これ5、一番4組目これ。4組目。5人もいるんですか ?4 組目。7、8番手争いって感じだね。どのぐらい走るかな。コンディションはいいね。コンディションはいいよね。冷静にね。道長やっぱいいんだ。しっかり29分台でまとめてくれるんだけどな。そうね、この今日はコンディションいいかんね。ここは田中龍介。田中龍介一人だけ。一人だけってうちです。3人しかいない。小林がいつもいいとこまで行って一気にガクッとするからね、それがなかったら、うん、だいぶ練習は強くなってきたんだけどね。まあ中距離選手だからね、うん、リズムつかみが結構、ね、ラストスパートがあるわけじゃないんだよ。でも切れないんだよ。そう、不思議な子なんですよ、うん、でもあの中間走のスピードがある、うん、ああ不思議だね、うん、中距離ランナーね。これここまでもっと真ん中行こうぜ。新宿の監督前田さんです。あいつ元気？あの、なんだっけ、30分なので引退した平塚？いや、じゃなくて73分。松戸最後で引退したから、ね、名前が思い出しちゃった。松戸最後あの、すぐ引退した。あ、八木さん元気元気、仕事頑張ってるよ。経理でね、結構頑張ってる。体型は変わんないんだよ。あいつもったいないでいればね、うん、この近くに住んでるよ。本当に、うん、一瞬遅いな。73秒かかってる。ずいぶん遅いな。あ、でもここでペース上がったかな。一気になんか縦長になってる。どう見るか全然わかんない。もういいや、マスク。言われるか、全然カメラみたいに言われる。どこにマスクやったらつけます。焦らずにね、焦らずに冷静についていくだけだよ。インコース出し、インコース。70秒。ここで暑さ。でもね、黒田稲田、うん、いい記録出ると思います。出る。あ、黒田そこは強いね。3分ジャスト。本命のノステップさ、選手がどこいるか分かんない。ついてれば記録は出るから。一番後ろあれ？うん。膝とか力みすぎてる気がするね。今上がってるからね、実質。一周目が遅かっただけなんで。一周目73かった。
新鮮な気持ちで、新鮮な気持ちで。リュウセどこにいるの？リュウセ。リュウセいた。リュウセ取ってきますね。僕は相当楽なんだよな。僕もでも8万体全部引っ張ってたんだって。そうなの？上りは先頭で行ったらしい。強くない？ちょうどコースが箱根にそっくりでよかったっつう。うん、いいんだ。ジョン・カリウキンより前に立つ。やばくね？やっぱロード適性あるよね。うん、岡村さん戻ってきてね。ペースが上がったら後ろでも切れるね、これ多分。これ29分台を狙うぐらいだとちょうどいいよね。うん、その組だよ。まあこの時期に今走れたらうちはいいや。うちもずっと追い込んでて、ようやく今週だけちょっと抜いたんで。ずっと合宿明けからずっと追い込んでて。でもようやくまとまったのは、ね、練習みんな離れなくなってきたんで、まあ過酷な埼玉でやってきただけのこと。そこでようやく身が出てくるよね。こう涼しくなってるよね。一時期すごかった時、金子の後ろマガレットしかついてないんだけど、怖いと思って。いや、だから日中やってるんでしょ。うん、すごいね、日中走れる、ね、選手は怒るけど、うん、俺は結構これドラゴンボール理論ですかね。すごいね。よし、キダいいぞ、キダ楽に楽にリラックスして。71秒。大久保いい顔してるよ。今日大久保行くな、あれ多分。後ろに顔が集中してる。もがいてる。うん、大久保行くとき、クソ強いんだよ。てか、ゲンに強いじゃん。これさらにロードになると強いんじゃない。4年のね、宮本くんのちょっと、あの雨で育成を、こうやって見ると宮本でかかったなと思うよね。結構でかいよね。毎年満足してやめてくけどさ、プロカーとかさ、せっかく育ててもね、もう十分ですみたいな。そうだよね、練習きついのかな。今の子ってやっぱそういう、やっぱ割り切りが早いのか。監督のプレッシャー誰も分かんないよね。辛いでしょ。うん、辛いとこじゃない。あのさ、やりくりが辛いよね。選手の言いたいことも十分分かるけど。しっかり休んで無駄な動きしないよ。田島でも調子悪い中ではこのペースはラッキーだと思う。いやね、完全に3分ペースだね。本当にこれで、ね、9分ジャストぐらいで 8.59 かな。ここで前で57.7 9分ジャスト。田島君絶好のペース、うん、もう29分台に出す。これがうちのチームの最低ラインだとしたら結構いいよね。今季の最低ライン、うん、大学生とかって自己ベストだけでしか換算しないから分かんなくね。あれ分かんない。大学生分かんない、うん、しかもこういう記録会出してもちょっと分かんないよね。力、うん、予選会って見に行く。うん、あ、大学生、あれ、うん、多分行ってない。集中してる。田島いいペースだよ。日大これ全員出てる。
ちも危ないな。その田中流星、田中流星は無限に決めていくかな。田中流星でも東洋大で強いかといって29、20ぐらいでも堂々とはしてたよね。29、20練習やんねんだよ量、質は高いの。決まりか、さすがに離れねえよね。田島もまだまあれで追いつくのに力使うな。ドラライナやってるの30分半ぐらい。いやいや、29分だ。だけどちょっと厳しそうなの。でもこのちょっと後ろに見ようじゃん。青木僕いいんじゃない。青木僕29分ぐらいいいんじゃない。青木もいい。前回の時ってすごい暑かった。暑い、ってか湿気がすごい半端ない。木田しっかり粘れよ。あれ、工学館出てる？工学館大学出てる？あの子、あれ小林の社員に違うかな。一応でも、田中流星のところで、あの田島君もそうだけど、12分ジャストだね。まだ3分ペース。青木は離れるか。そこが、随分立ち直りになったの、上げたんだな。小足がいいな。小足危なっかしいけどギリギリついてる。次の 5000m 大久保が一気に上がってきた、14分50ぐらいとかする。諦めるなよ。29分半ぐらいいくね。やってるね。
大久保がいいね。大久保一気に上がってきた。大久保が蹴るぐらいで絶対、うん、前半無理せないから絶対いける。試合の方が強いね。本番強いんだな。お父さん譲り。お父さん練習クソ強かったらしいの。あ、強いんだ。練習の鬼だった。全部強いんだ。全部強いんだ。山男だから、ね。でもなんか お父さんに山似てないのかな。そうかな。なんかでもあのトヨタの佐藤さんが監督が、うんうん、大久保なしみの時、あれ大久保初夫さんの息子さんって来たから。あ、すぐ分かるんだ。分かる。似てるんだ。でも体型とか全然違いそうな気がするけど。スマートだよね。かなりよ、70秒でいってるぞ、いいぞ。はい、小林、この集団は踊りそうだ、この集団は、小林。はい、田島、この集団離すためだよ。青木、田島まで行くぞ、田島まで。29台行く。3分ペースだった。僕はもうついてないからどうなんだろうな、きついのかな。大地さん前詰まってますよ。山中さん前まで行きましょう。 6000m 17分45 46 47 48 49 49 49。諦めるなよ、一人でも食ってこいよ。入った。
トップで29分30秒だからね、うん、トップ、まあトップ上がるからね。もっと粘んないと。
74秒かたっこ。時間もらってんだよな。もうスプライド持って走ってほしいもん。でも実績はタナリの上だな。タナリでもやっぱり今のところが止まるとこ悔しい。ラスト切れんだよ。大久保君も切れんだよ。大久保君のラストは64ぐらいはいってるから、ね、いける時といけない時の差が激しいから。来た来た30分55。
31ぐらい高いんだよ。